こんにちは。今回は松潤さんがね、電子書籍をついに出したということで、非常になんかかっこいい表紙ですね。6畳のピアノマン、ね、電子書籍バージョンでございますけども、かなりいい出来になってるんじゃないかなと思います。まだ内容は私も見たわけじゃないんですけども、表紙だけでね、これ手に取ってみたいなと思わせるのは、そんな形になってますね。いや、本当におめでとうございます。電子書籍デビュー。では松潤さんの動画概要欄につけておきますので、ご覧いただければと思います。そしてですね、電子書籍ぜひね、手に取っていただきたいと思います。リリースまでもうしばらくお待ちください。いってらっしゃい。